カティサークカティサークは19世紀に建造されたイギリスの快速帆船であるカティサークとも表記する中国からイギリスまで紅茶を輸送するティークリッパーとしていかに早く一番茶を届けるかを競ったしかしながらその建造時期はスエズ運河の完成直後でありティークリッパーとして活躍した期間は喫煙にとって変わられていく時期であったがその後オーストラリアから 羊毛輸送を行うウーールクリッパーとしして活躍したカティサークは現存する唯一のティークリッパーとして、ロンドン近郊のグリニチで保存展示されている。カティサークの選手像、カティサークとは、古いスコットランドの言葉で、短いシュミーズを意味し、ロバート・バーンズ作の詩、タモシャンター・タム・をシャンテから取られたものである。農夫のタムが馬に乗って家路を急いでいると、 悪魔や魔法使いが集会をしているところに出くわした。そこでタムはカティサークを身にまとった妖精ナニーに魅了され、思わず手を出そうとした。その途端、にわかに空が暗くなり、魔女たちがタムを捕まえようとした。タムは馬にまたがり、命からがら逃げ出した。ナニーは馬の尾を捕まえたものの、尾が抜けてしまったため、タムは逃げ延びることができた。 カティサークの選手像は何を模したもので、その手には馬の王に見立てられたロープヤーンの束が握りしめられている。また、風見取りはカティサークを模したものである。中国とヨーロッパとの貿易を東インド会社が独占していた時代には、紅茶は18ヶ月、内市24ヶ月かけてロンドンまで運ばれてきた。この独占が1834年に終了し、 中国のいくつかの港で自由貿易ができるようになると多くのヨーロッパの選手が中国貿易に参入してきた。とりわけ、当時イギリスの上流階級だけの高級な飲み物である紅茶をいかに新鮮なまま届けるかには高い関心が集まった。最初に届けられたその年の一番茶は高値で取引され、選手や船長は莫大な利益と名誉を得ることができた。 1850年には、つい2年内に新茶が届けられた。12月3日アメリカの新鋭帆船オリエンタル号が、1500トンの新茶を積み込んで、ロンドンに入港し、戦火の2、3にも及ぶ運賃を稼いだのである。このニュースはイギリスにとって大きな衝撃となり、このティーレースに参戦すべく、タイピング、リアンダー、ブラックアダー、ハロ、EN、サーモポリーといった、 紅茶輸送のための快速船 T クリッパーが多数建造された。T クリッパーは概洋で高速が出せるよう通常の小船に比べ前後に細長い形状をしていた。港湾内で小回りの効かないこのような船型が可能となった背景には蒸気機関を備えたタグボートが普及してきたことが挙げられる。 カティサークカティサークの最初の選手となったジョン・ウィリスは1850年代よりラマー・ミュア、ワイティアダーといったティクリッパーをティーレースに参戦させてきたが勝利することはできなかった。1868年、ジョン・ウィリスはスコット・アンド・リントン社に最速のティクリッパーの建造を依頼する。同社のハークレス・リントンの設計による戦隊は高い安定性を有し、 他の T クリッパーに比べ高天時の取り扱いが容易であった。建造費用は3万5千ポンドであったが、リントンは1万6千150ポンドという安い価格で受注し、採算を考えなかった結果スコットリントン社は倒産することとなった。1869年11月22日、カティ・サークはダンバートンで浸水。皮肉なことに、 先週の11月17日にスエズ運河が開通したところであり、小ネ時代は急速に終焉を迎えようとしていた。カティサークは中国からイギリスまで107日から122日で紅茶を輸送することができた。戦争には船員専用のベッドはなく紅茶はすべてブリキ製の大きな缶に詰めて湿度を乾燥する様に品質を保ち、それらを 船蔵の一番下の100個近く並べ置かれ、船員たちはそれらの上に多くのハンモックを吊るして寝起きさせていた。船長のみが船首部分に部屋を持ったぐらいであった。とにかく品質の高いティーを一番早く運んだ船こそ、良い運送費が支払えるとあり競争してなるべく、短期間でインドからティーを運べば、多くの利益が手に入った。そのために、 他の船より1日でも短い日数で着くことが大切であった。ティークリッパーとして極めて優秀な成績であったが、最短輸送期間の記録を更新することも、ティーレースに勝利することもできなかった。1870年2月16日、ロンドンから上海へ向けて出発。船長はムーディであった。新茶を積んで6月25日に上海を出発し、110日で、 ロンドンに着いた。カティー・サークのライバルであったサーモピリーは復讐からロンドンまで所要106日であった。一方、帰船はより早く新茶を運んでいた。1871年はカティー・サークは出遅れ9月4日の上海出発であった。公開日数は107日であった。1872年はサーモピリーとの対決となった。 両船ともに6月17日に上海を出港。7月17日に両船は済んだ海峡にいたり、インド洋では東南東の貿易風に乗って失踪した。カティサークはサーモピリを400回に引き離したものの8月7日には無風となり、続いて暴風雨に遭遇。8月15日、カティサークは火事を失ってしまった。が作られたが、その間に、 サーモピリーに追い抜かれることになった。結局、上海からの所要日数は、サーモピリーより1週間、多い123日であった。この航海の後、乗船していた選手の弟と家事を失った際に、意見の対立が生じたことが原因で、ムーディ船長は辞職した。ムーディの辞職に伴い、元船長であったムアが復帰して、カティー・サーク船長となった。 小舟は石炭を搭載する必要がないため、積載量が大きく、旧炭地に寄港する必要もない。また蒸気船の船体に用いられる鉄は紅茶を劣化させると信じられていたために、蒸気船が普及した後も、しばらくの間は、小舟が紅茶輸送の主役であった。しかし、スエズ運河の開通により、状況が大きく変化した。スエズ運河はほとんど無風であり、 小舟が通過できないのである。そのため、紅茶輸送の主役も蒸気船へと移行していく。新茶輸送の担い手が、汽船に変わると、ティークリッパーは、オーストラリア向けの貨物輸送を行うようになった。カティーサークも11月26日に、ロンドンからメルボルに向かった。それから上海へ向かって、茶を積み、1873年7月9日に、上海を出発。 ロンドンまでの日数は117日で、遅れて出発したサーモピリーにも抜かされていた。ムアは陸上の仕事に戻り、ティプタフトが次の船長となった。12月13日にシドニーへ向け出発し、シドニーからは石炭を上海へ運んだ。それから茶を摘むため、観光までヨースーを走行した。もはや、そうしなければならない状況になっていた。この後、 1875年、1876年、1877年と茶を輸送したが、1877年がカティー・サークが茶輸送を行った最後の年となった。1877年11月3日に、カティー・サークはロンドンからシドニーへ向けて出発したが、強風のためダウンズ白地に避難。同地で嵐の中、多船と衝突し、 さらに座礁しそうにもなったが、タグボートに助けられた。12月2日に、カティーサークは、ロンドンを出発して、シドニーへ向かった。同じ日に、サーモピリーも、メルボルンへ向けて出発しており、一時は洋日差をつけられたものの、最終的には、カティーサークの方が早く目的地に到着した。シドニーからは、上海で石炭を運び、 それから観光へ向かうも十分な茶を確保出ず、上海から長崎への石炭輸送に従事した。その後、ティプタフト船長が病死、一等航海士のウォリスが船長となった。シドニーから上海への石炭輸送を行った後、茶からフィリピンの産物に切り替えた他のティークリッパー同様にマニラへ向かい、ニューヨークを経て1880年3月5日に、ロンドンに戻った。 ここに至って、ウィリスはカティサークのティクリッパーとしての運用を諦めた。カティサークにはマストを短くする回収がなされた。1880年、アメリカ海軍からの日本へのウェールズタン輸送の依頼があり、ウィリスもそれにカティサークを投入。石炭を積んだカティサークは6月4日に日本へ向けて出発した。この時の乗組員には色々と問題があった。 航海中、一等航海士とある黒人水夫との間でトラブルが発生し、ついに一等航海士の行為によって黒人水夫が死亡する事態となった。結果、船内は反乱発生寸前な状態となった。ウォーリス船長は水夫による殺害の恐れから、ジャワ島で一等航海士をアメリカ船へと逃がした。その後、航行中にウォーリスは海に飛び込み行方不明となった。 この結果、カティサークを指揮することになった二等航海士は、日本までの航海を行うには、力不足であり、ジャワ島からウォリスに前後策を求めた。ウィリスは、カティサークのシンガポール開港を命じ、その船長には、香港にいたブラックアダーの一等航海士ブルースを当てた。このブルース船長を及びカルカッタで乗船した一等航海士は、問題のある人物で、 最終的にニューヨークでの二等公開士からイギリス領事への訴えにより両者は免許取り上げとなった。次の船長にはブラックアダー船長であったムアがなった。カティサークはアブラソンを積んで1882年5月4日にニューヨークを出発し8月20日にジャワ島スマランに到着してにあげ、それからインドで外を喧嘩、 水牛や鹿の角などを積んで1883年6月2日にイギリスに戻った。イギリスに戻ったカティサークはオーストラリアからの羊毛輸送に投入されることとなった。そのようなクリッパーはウールクリッパーと呼ばれた。7月15日にオーストラリアへ向けて出発したカティサークは10月10日にニューカッスルに到着。羊毛を積んで12月28日に ニューカッスルを出発し、82日間の公開で3月20日に、ロンドンに着いた。1884年から1885年の時は、カティサークのニューカッスルロンドン間の記録は80日であり、他戦では、ベルボルンロンドン間で、マーマラスが87日、ベン・クルアちゃんが91日などであった。この後、カティサーク船長は、コールドストリームの船長であった。 リチャード・ウィージェットに変わった。彼は優れた船長であった。羊毛塔を積んだカティサークは1885年10月16日にシドニーを出港。この時はサーモピリーもシドニーに来ており、同船は10月18日にシドニーを出港している。この時のイギリスまでの航海日数はカティサーク73日に対してサーモピリーは80日であった。 1886年、ティークリッパーレースに未練のあったウィリスはカティサークを中国へ向かわせるも積み荷の茶は得られず、結局シドニーへ向かいよムを輸送に従事した。この年のカティサークのオーストラリアからの公開日数の記録は72日であった。1887年には69日を記録している。1888年から1889年の 時は86日であったが、この時は84日や85日を記録した船もあった。次の回では75日、1890年から1891年の、後回では93日であった。その後も1985年まで羊毛輸送に従事したが、1892年の時のオーストラリア行きは遅れ、翌年はアントワープへ羊毛を運んだ。 1895年、カティサークは、ポルトガルのフェレーラ社へ売却され、フェレーラと改名された。以後27年間にわたり、ポルトガルと南米や東アフリカの植民地との間で、輸送業務に従事した。1916年、希望盆起きで嵐に遭い、転覆を避けるために、マスト上部を切り離した。その復旧はできず、搬送はバーケンティンへと変えられた。 1922年、イギリス人船長をイルフレッド・ドーマンに買い上げられ、再び、カティ・サークと改名された。また、ドーマンの補修により、三本マスト船としての姿を取り戻した。ドーマンの死後、彼の妻によって、カティ・サークは、テムズ大学に寄贈され、公開学校で練習船として使用された。1951年にカティ・サークトラストに寄贈され、 1954年、テムズ川に面するグリーニッチに移され、保存展示されることになった。保存事業は、カティ・サークトラストによって行われた。ライバルのサーモ・ピレーが1907年に、ポルトガル海軍の標的艦として、早々と最後を迎えていたのに比べ幸運な晩年を迎えることになった。カティ・サークは1957年6月25日から、内部も、 一般公開され、ロンドン市民に親しまれるようになった。動線は、長らく当地で保存公開され、多くの見学者を集めていたが、野外展示であることから痛みもあり、一時一般公開を中止し、2006年11月より2008年にかけて2500万イギリスポンドを投じて大規模な修理と整備を行うこととし、合わせて、 船の内外装を最も魅力的だったとされる1869年建造当時の状態に復元すべく、その作業が開始された。ところが、2007年5月21日午前4時45分頃、カティサークの船体より火災が発生した。消防車8台、消防士40人が出て、消火に当たったが、火は1時間半以上燃え続け、 午前6時28分ごろ、ようやく沈下するも、中鉄製のフレームを残して、多くの部分が消失した。旧式木造船の構造上、防水用のワックスが大量に使用されていたため、木製の構造材は消失した。幸いなことに分解修理中だったこともあり、マストやデッキの木材、選手像など装飾類はすでに取り外されて、別の場所で修理を受けていたため、消失は、 元の船体全体の10%程度、オリジナル部分の2%程度と比較的小規模で済んだとされる。しかし選手部を残すのみで全焼したという報道もあった。復元の可否を判断するには燃え残った鉄製フレームの強度などの調査が必要とされた。出火が人気のない未明であったことから、ロンドン警視庁は不審火の疑いもあるとして捜査したが、 最終的には作業現場に放置されていた掃除機の電源の消し忘れによる発火と確定された。復元には4600万ポンドが必要とされ、英国政府が300万ポンドを支出し残りは民間からの寄付金で賄った。2012年4月25日、女王エリザベス2世によって一般公開の再開が宣言された。 復元作業前の長年のカドックでの展示の結果、流骨へ多大な負荷がかかり、船底の形の変形が認められたことから、船体を3メートル持ち上げて、ドックの側面からの支柱で支える形になっており、観光客は入場料を払えば、船内や甲板だけでなく、船底を下から見上げることができる。ありがとうございます。